今日スタートから出るヌガルスビレーラなんかもですね、やっぱこの力やっぱありますから、はい、まあ、そこにこのシャドウの浅野とか、まあ、森島、さあ J1 の最終節、2020年シーズンの最後の試合が始まりました。前線にまず放り込んでいったのが広島です。まあ、中谷か丸谷どちらかがやっぱしかついていってるんで助かってますけど、遠いサイド、ドーグラス・ビエイラのその前、クロスバー、荒木、ね、のヘディングですね、はい、ドーグラス・ビエイラ、うん、落として、うん、稲垣がつく、川辺のシュート、ランゲラック右手一本、ここで、はい、ドーグラス・ビエイラ、はい、そうですね、そこにうまく川辺がサポートいって、まあ、自ら運んでシュート行きましたけど、まあ、まず一つやっぱりドーグラス・ビエイラのところで起点を作って後ろからサポートという形がねこれ出てますし、コース良かったですけどね。第34節、最終節の45分が始まりました。抜けてエリアの中から後ろ運んで、マテウスの後ろ、稲垣シュート、クロスバー直撃、強烈な稲垣のミドル、これはいい位置でね、まあ、ちょっとアウトにかけてコース狙いましたけど、もうちょっと低くね行けば完全にゴールでしたけど、一方のカウンターですよ、今度は広島です、はい、森島が少し後ろ、ドーグラス・ビエイラかわした、浮かしたシュートはクロスバーの、こちらは上、うん、相馬、スペース使った前田、クロスで行く前田、走行に山崎のボールは林、清水よく戻りましたね、はいはい、おっとフリー、さあ青山前を向いた、遠目からシュート、クロスバーの上、ここも枠を捉えきれず、ともに読みが鋭いプレーが出ました。後ろ吉田、うん、山崎背負って、うん、後ろ前田のシュート、決まった、後半の41分、名古屋グランパス待望の1点が前田に生まれました。前田の左足、1対0名古屋先制。まあ、吉田もしっかりこう山崎がポストに入った瞬間にこう預けて、山崎もしっかりねブロックしながら前田の位置見ていい落としでしたね。もうダイレクトで打ってくれというような、ここでも山崎の役割しっかり発揮しましたね。で前田 もう狙いつまして、最高のコースでこれ蹴りましたよね。すみません、ね、はい、時間を使います。いいと思いますよ。ここで試合終了のホイッスル、名古屋グランパス3位確定、そして9年ぶりのアジアの舞台を手にしました。ホーム最終節を